はい、皆さんこんばんは。スマートシティインシティュートの南雲でございます。今日も大変お忙しいところ、このウェビナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。はい、おめでとうございます。だんだん夏もあれですかね、な終わりというかね、雰囲気出てきましたね。夕方になってくると、なんか虫の声もなんとなく今までと違ってきてるし、ちょっと涼しくなり始めてるかなという感じですかね。まあ、街はね、本当に今日も5000人東京を超えたみたいですけども、コロナは本当にもう制御不能っていう雰囲気もちょっと出てきて困ったなっていう雰囲気もありますけどね。はい。ということで今日はですね、全体で242回目になりました。で、シリーズで言うとスマートシティ1の話題についてお届けできることになりました。題しまして、深圳発中国のスマートシティ産業の現状と事例紹介、エクサイジングジャパンの川之上さんをお呼びしています。はい、川之上さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、こんばんはですね、よろしくお願いします。はい、どうぞ画像と音声をオンにして入ってきてください。はい、どうもこんばんは。はい、大丈夫ですか。はい、で、川之上さんと、はい、大丈夫ですね。はい、昔エストニアに視察に一緒に行った関係ということもあってですね、実はこのウェビナー、先週今週と夏休みでスローダウンしてたんですけど、先週エストニアちょうど EGA のハンズ出てもらってやったところだったんですよね。だからなんとなく、深圳にご在住ということなんで、まあ、リアルのお話を今日聞けるのかなと大変楽しみにしておりました。で、視聴者の皆さんですけども、まあ、いつもと一緒です。チャットの機能を使っていただきまして、ご質問とかですね、コメントとかですね、もしくは川之上さんへの応援のメッセージなんかも、書き込んでいただければなというふうに思いますけども、チャットの機能で参加者の皆さんで書き込みを共有できるので、それを見ながら後半ですけども、まあ、ディスカッションと送信先全員っていうのを選ばれてやりたいなというふうに思っております。はい、じゃあ川之上さん、ここでバトンタッチしますので、お話をぜひお聞かせください。はい、では画面共有をさせていただきます。はい、ではここからですね、初め30分ぐらい、簡単にですね、私の方から話題提供ということでお話をさせていただいて、で後から南雲さんと、ディスカッションをしていきたいと思います。今日ですね、一応テーマを、まあ、深圳発で中国のスマートシティに関する話をということなんですけども、で私も、まあ、深圳に今いるんですけども、あんまり今日は深圳の話をするというよりかは、まあ、中国全体の、まあ、都市事情の中からそのスマートシティという産業が、まあ、どういうふうなこう位置づけで捉えられているのかだったりとか、あと私、まあ、いろんな場所にですね、まあ、バックパッカー的な感じでいろんなところに行ってるので、まあ、行ってる場所でどんな取り組みが行われているのかというような、まあ、マクロな話からいきなりこうミクロにこうギュッと絞めてですね、でちょっといろんなことでディスカッションしていければなと思っております。よろしくお願いします。で、本日ですね、大体こんな流れで考えております。まず自己紹介をさせていただいて、で私自身が、まあ、どういう観点で、まあ、中国で、まあ、中国の都市に関心を持っているかという、まあ、観点を、まあ、3点ほどまとめております。でそこから、その中国全体のですね、グローバルの中で その中国での都市成長の中で中国がどういう事情を抱えているかというお話をして、そこからですね、まあ、フィールドワークというか、まあ、皆さんとですね、いろんなこう都市に行っているような感覚で、いろんな写真をお見せしながらお話をしていければと思っております。はじめですね、自己紹介なんですけれども、川之上和文と申しまして、出身は大阪の堺なんですが、あんまり大阪弁が出ないので、大阪人とバレない感じなんですけど、まあ、一応アイデンティティは大阪人でございます。で中国との関わりで言いますと、2005年にですね、一番初めに北京に留学をしたところから、北京、上海、あとまあ台湾とそれぞれ経まして、今4カ所目深圳に長期滞在をしているという感じになります。ですので、まあ、かれこれですね、まあ、住んでるのは8年、トータル8年ぐらいですけれども、日本にいる間もですね、中国関連の仕事についておりまして、で、まあ、縁としてはまあ16年ぐらい縁があるかなという感じですね。
で、私自身のまあ行動指針としては、まあ、やっぱり一時情報、自分で現場に行ってですね、探索をしていくというまあエクスプローラー的な視点と、で、そこで得たあの情報や、まあ、自分が体感したことというのをまあ構想して統合していくっていうような、まあ、アグリゲーター的な動き、まあ、この辺がですね、私の結構行動指針となっております。はい。あ、で、何してるかと言いますとですね、今、こちらであの自分であの会社を立ち上げまして、で、スタートアップのですね、まあ、現地の事業の開拓をですね、いくつかプロジェクトになっております。はい。で、ここからですね、私自身が、まあ、どういう観点で中国に関心を持っているかというのと、都市への観点というのを3点ほどご紹介をさせていただきます。で、まあ、今日の内容ですね、あのまあ、この前のですね、打ち合わせで、ぜひちょっとこう、チャイナウィークをやろうという話になりましたので、まあ、今日の、会をですね、ある種まあキックオフ的な感じで、私からのその一方通行的なレクチャーというよりかはですね、皆さんと一緒にこう考えながら今こう中国で起こっていることだったりとか、あの中国からこうあの何でしょうね、我々が得れるヒントみたいなものをですね、まあ、考えられるような企画、その中にこうスマートシティがどういうふうに位置づけられているのかっていうのをやっていければなと思っているので、そういった観点で聞いていただければと思います。で、私自身がですね、まあ、中国を開拓していく中ですごく大事にしているこう、まあ、フレームワークというか情報の整理の、方法がですね、これでして、まあ、その IT とか新興産業、まあ、今回であればスマートシティの産業にはなると思うんですけども、こういったまあ産業っていうのがそのどういったその現状中国の、まあ、事情と掛け合わされることによって、まあ、どういうふうなこう産業政策だったりとか、まあ、国家戦略みたいなものが作られているかっていう、まあ、観点ですね。で、そういったその大きなマクロの中にその人々がそのどういうふうにしてその変化というのを感じているか、そのまあ日本っていうのは割とその成熟しているので、あんまりこうバックキャスティング的な感じでその未来を描いて、じゃあ今と の, そのギャップを埋めていこうっていうような発想になりにくいんですけども、あの中国の場合結構やっぱり短期間で一気に国が成長してきていますし、どん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 いろんなものがやっぱりこう変わっていってるっていうような、そういう状況の中でそのフォアキャスティングよりもバックキャスティング的な感じでやっぱ産業が作られていってるなとよく感じるんですよね。まあ、そういったものがその各産業ごとにどういった企業 だったりとかどういったまあプレイヤーがですねどんなビジョンを持って進めてるのかっていうようなことを私結構関心を持ってあのリサーチをしたりとかですね、情報を取るようにしています。あとは実際、日本でその中国のことが報道される場合というのは、比較的ネガティブな情報が結構多かったりとかするんですけれども、例えばこのスマートシティという産業においても、まあ監視社会であると。で、それがすごくデストピアにつながるんじゃないかっていう議論も当然、まああると思うんですよね。じゃあそういったまあデストピアっていうふうに日本で見られる、あのような、要素っていうのが、実際じゃあ中国の人はどう考えてるのか。しかもそれが年代によってだったりとか住んでる場所によってどういうふうに変わっていくのかっていうところは結構やっぱり現地の視点としては重要かなと思っているので、そういった話はまあ後ほどですね、ディスカッションの中であのカバーしていければと思っております。で、観点2つ目なんですけども、まあ、リープフロッグですね。まあ、このおそらくセミナーを聞かれている方はこの言葉は知っている方が多いと思うんですけれども、あのまあリープが飛ぶと、でフロッグがカエルですので、まあ、カエル飛びの現象だということで、まあ、あるテクノロジーがですね、あの間 の, その進化過程を吹っ飛ばして社会にこう実装されていくということで、まあ中国も含め、あとアフリカとかですね、そういった場所ですと、その日本で、着々とこう何かテクノロジーがですね進化していって、それが社会に実装されていくという、我々日本人が一般的に考えるその社会 の, その進化の流れと違う形で、急にそのキャッシュレスがドーンって入ったりとかですね、そのドローンでの配送がドーンって始まるみたいな、なかなかその普通に考えてこういうふうに進化していくだろうというようなフォーキャスティングよりも、これがあるべきであるとか、これがドンと入った方が結局あの効率がいいじゃないかというテクノロジーが一気に社会にこう実装されていく、まあ、こういったものがこうリープロッキングですけれども、このリープロッキングのこう対象っていうのは、例えばテクノロジー、まあ、キャッシュレスの仕組みだったりとか、その無人運転だったりとか、まあ、今回のスマートシティもそこに関わってくると思うんですけども、こういったまあテクノロジーがこうリープロッキングとして街に実装されていく、で街に実装されていくと当然ライフスタイルがあの変わっていきます。でそのライフスタイルが変わっていくスピード感がこう速くなってくると、
人々がですね、のマインドセット、まあ、観念自体もこうリブロッキングしていくんじゃないかなっていうのが私のまあ観点なんですね。まあ、こういったこう観点で結構中国の今の事例を見ていくと非常にこう面白くてですね、で今中国がこう対峙している課題っていうのは当然中国の国家としての課題でもあるんですけども、やはりこんだけのこう人口を抱えていて、その民族を抱えていて、でこんだけこう早くいろんなこう進化をしていった結果ですね、何が起こるのかっていうのは結局どこにも正解がないわけですよね。まあ、そういう中で今中国がおそらく解決しようとしている課題、それは都市化の問題もそうですし、環境の問題もそうだと思うんですけども、これはまあある意味人類社会にとしての挑戦でもあるという観点も結構重要かなとは思っています。はい、あと観点3ですけども、これどちらかというとこれは人類という観点よりも、まあ国というその単位で見るべきところではあると思うんですけども、まあ中国はこう中国以外に住んでいる、まあ、華人、華僑と言われているその、オリジンを中国に持つ人たちっていうのは結構いるわけですけども、こういった方々って世界中に、まあ、4000万人ぐらいいると言われているんですね。で、その一つの国、一つのその民族がですね、ここまでやっぱ世界に分布している、それはその、水平の分布もそうですし、人口的な意味でもそうなんですけども、それはやっぱりこう中国人が一番やっぱり多いわけですよね。まあ、インドも当然インドっていうのは分布はしてますけども、その人口レベルでいうとやっぱり中国の方が圧倒的に多いと。でそれが分かる一つのですね、事象としてここに挙げているのが、その海外のですね華僑華人向けのこう中国語のメディアの海外拠点っていうのがですね実はありまして、これがまあ37カ国5大陸にすでにあるんですね。まあ、当然アフリカもありますし、日本にも中国語の新聞っていうのは池袋とかですね、神戸とか行くとありますよね。まあ、そういったようにいかにこの海外に住んでるその中国語圏の人が多いか、つまり華人華僑が多いかっていうのは、こういうところが結構重要だと思うんですよね。ってなってくると、今そのサーキュラーエコノミーだったりとか、まあ、今回取り上げるスマートシティというのは結局そのどういうふうにしてその世論を形成していくのかだったりとか、その国際機関の要職を獲得しながらですね、そのプロパガンダ的な感じでそのこの産業を率いていくのかと、自国にとって有利になるようなその世界の流れをどう作るのかっていう、そういう、まあ、そのある意味経済競争だったりとかしますよね。で、サーキュラーエコノミーとかに関して言うと、割と欧州が今ルールメイキングをしたりとかですね、その二酸化炭素の排出量に関するものだったりとか、そこ中心になってるわけですけども、まあ、かたや中国は車産業でいうと、まあ、電気自動車の最大のマーケットではありますので、彼らがどういうふうにしてそのマーケットの基準を作っていくかっていう観点もあると思うんですよね。で加えて例えば、まあ、ISO のようなその国際標準に対しても、まあ、中国は非常にこう積極的に関わっていまして、これまたちょっとこのシリーズは今後続けていく中で取り上げたいと思ってるんですけども、この ISO のスマートシティに関するプロトコルの提案もですね、非常に中国は積極的に出していってまして、まあ、そういったところもですね、こうしたたかに中国がこのルールメーカーとして巻き込みをしていこうとしているというところは、まあ、日本人としてですね、非常にこう注目しておかなければ、そのルールに作られた後に乗っかるしかできないというふうになってしまうと思ってるんですね。でこの辺は後ほどまた南雲さんと深掘りをしたいポイントではあるんですけれども、もう私の観点っていうところと、あとまあおそらく皆さんも関心あるんじゃないかなと思う点を5つほど挙げてみました。まあ、中国製のスマホというのは、まあ、ファーウェイとかサオミとか中心にですね、まあ、世界で市場を席巻しているわけですけれども、そのスマホが今その電気自動車とかですね、その、まあ、車の産業にも当然つながってきていますし、でそこからスマートホームとかですね、スマートビルディングっていうような人が住むもしくは仕事をするという建造物にも当然スマート化テクノロジーというのは応用されてくると。でこういったまあ住居オフィスで、いろんな学校も含めたこういったものが集まったものが、まあ、都市というふうに考えると、まあ、スマートシティで、あとはローカルにおけるスマート化みたいな、そういうふうにおそらくその人間が住むエリアとしてですね、スマートシティっていうのが、じゃあそのパッケージとしてですね、中国がイニシアチブを取っていける可能性が十分にあり得るわけですよね。で当然中国はこう市場としては非常に大きいわけですから、その市場の形成力でおよび先ほどのリープフロッキングにもつながってくるんですけども、社会に実装していくスピードが速いわけですよね。まあ、この
2つの強みを使った場合に、このスマートシティという産業の優位性っていうのはどのようにですね、発揮されていくのかっていうのは、日本国としてもそうですし、日本の企業としても非常にこう重要なポイントじゃないかなというふうに思います。で、これで2点目。まあ、このようにですね、中国が例えばスマートシティの標準化を、推し進めていく中で、ある種いろんなこう都市モデルというのができてくるわけですよね。その都市モデルというのをこの、まあ、増中中って書いてますけども、これは中国語で、まあ、海外に出ていこうという話なんですね。じゃあスマートシティの中国版っていうのがある程度成功モデルができましたという場合に、いろんなその状況に応じた都市モデルというのを海外に出していくということが今すでにも起こっているわけですね。マレーシアとかではクアラルンプールの事例とかも今後のですね、シリーズで説明したと思うんですけども、アリババががっつり絡んでるわけですよね。まあ、こういった中で、じゃあ中国でその、起こっているリープフロッグ、しかもそのスマートシティにおけるリープフロッキングというのが、どのようにその東南アジア、まあ、さらにアフリカに加速させていく、ドライバーになっていくのかという観点は非常に重要かなと思いますね。で、3点目は、これは技術競争だけじゃなくて、欧米とそのルールメイキングでの争いですね。どっちが要はそのいろんな標準を取っていくのかという観点。で、まあ、4点目。これはですね、その、まあ、地方、特に、3級、4級として言われているような内陸の都市っていうのがテクノロジーによって急激にスマート化することによって、そこに住む人たちのマインドセットっていうのはどういうふうに、リープフロップしていくのかと。まあ、この辺もですね、エピソードがありますので、後ほどご紹介したいと思います。で、最後、これは日本でよく言われることですけども、このような中国式のスマートシティっていうのはデストピアなんでしょうか、まあ、ユートピアなんでしょうかと。まあ、この辺もですね、これ全部私が今現状正解持っているわけではなくて、まあ、こういったことをですね、皆さんとこう考えてきたら、中国の事例を研究していく意味があるんじゃないかなということで、挙げております。まあ、こういったことを頭に思い浮かべながら、この後の話を聞いてもらえればと思います。もうここからですね、は、中国のまあスマートシティという、こう産業を見ていく中で、中国が今抱えている、その、都市の課題ですね、そういったお話をですね、少し国連のデータをですね、使いながらご説明をしていきたいと思います。まあ、いろんなちょっとグラフを用意してみたんですけれども、これまず左上ですね、左上のですね、このグラフが、その中国の、都市化に関する、グラフなんですね。で、この一番下の黄緑色、これが中国の都市化率の、上昇です。で、この一番上の美しい国、これ中国語でアメリカなんですけども、まあ、アメリカはすでにもうそれなりにですね、1950年代から、まあもう80ぐらいですね、都市化が進んでいて、で、それが2020年になって徐々に高まってるっていう感じですよね。ですので、まあ、いかに中国がこの短期間の間、特に2000年以降ですね、急激に都市化が進んでるかというのよくわかると思うんですね。で、現状中国の都市化率というのは 60% を超えています。で、これがどのように、その推移してきたかというのが右上 のグラフでして、これが1976年から2019年までの、都市化率の変化、加えて農村と都市に住む、人口のバランスなんですね。これ緑色が、農村人口で、明るい水色が都市の人口で、濃い、青色が全体の人口なんですね。これ1997年頃から、農村人口が減っているのが分かると思うんですね。で、その辺から、都市化率っていうのはぐぐっとこのカーブが少し傾斜が変わっているのが分かると思うんですけども、で、どん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 、まあ、上昇していって、2010年時点で農村の人口を、都市の人口が抜いているっていうのが分かると思います。ということで、今いかにですね、その中国の人口が農村から都市の方に流れ込んでいるかというのが、この2010年以降ですね、それが顕著になってきているということで、まあ、都市がパンクしているということですね、要は。それが分かるのが右下 のグラフなんですけども、この右下のこのグラフ、何を表しているかというと、緑色が都市の、農村の人口です。で、赤色が都市の人口ですね。いかにですね、この2000年以降に急激に、都市に人口が流れ込んでいるかというのは、このグラフを見ても分かると思います。はい。で、それをですね、じゃあ中国の 60% っていうのは結局国際的にどうなのっていうとですね、これ2018年時代の都市化率っていうのは上側なんですけれども、北米とか日本っていうのは 80% 以上を超えています。
これ黄緑、あ、間違えた、黄色がですね、大体60から 80% ですね。こう中国とかあとアフリカは今、黄色が多くなってますよね。で、この黄土色、これが、80% 以上から 100% ということで、まあ、北米、あとはまあ南米、で、まあ、オーストラリア、まあ、日本もそうですけれども、この辺はやはり黄土色が多いということで、非常に都市化が進んでいるというふうに言えますよね。で、あとはまあヨーロッパもそうですね。ですので、やっぱり新興国、途上国っていうのは、まだまだ、その都市化率というのが低い状況。これが2030年になっていくと、当然、すでに都市化しているところは変化がありませんけれども、まあ、中国も 80% を超えてきてますし、で、あとはインドですね。インドは、この2018年時点では 30% から 40%、緑色になってますけれども、それが黄色になるということで、都市化率が 60% を超えてくると。ことですね。で、あと残されたのはアフリカになってくるということですね。まあ、こういった、まあ、インドとかアフリカというスマートシティの変化っていうのを、まあ、どこがですね、イニシアチブを取ってやっていくのかというのは結構重要な観点かなというふうに思います。で、もう一個、こちらがですね、もう少し細かい点にしているもので、これ緑色がですね、都市の成長率が 1% 未満。で、黄色が 1% から 3% ということで、まあ、どこの都市が特に成長しているかというのをプロットしているマップなんですけども、やはりヨーロッパ、あとはアメリカに関しては緑が多くなってますね。日本もそうですね、緑が多いと。で、この黄色が集中しているエリアというのが、やはり中国で、インド。で、さらに言うと、もっと成長率が高いところで言うと、アフリカ、オレンジ色ですね、なってくるということで、この2018年から2030年の間、で都市という観点でやはり成長していくのは、まあ、中国であり、まあ、インドであり、その次はアフリカであるということがこの、統計からも分かると思います。でこれをですね、まあ、それぞれ代表的な国をですね、取り上げてまとめてみたものがこれなんですけども、まず上側のグラフ、これ何を表しているかというと、その人口が人口別の規模別の都市数なんですね。これ左側が日本なんですけども、日本は、1000万人都市というのが2つと書いてます。これは東京と大阪なんですけども、その東京と大阪のそれぞれの単一都市ではなくて、広域経済圏ですね。神奈川とか、あと大阪であれば、まあ、神戸も含めた京阪神ということですけども、その2つの都市で、1000万超えていると。で、アメリカに関してはその1000万超えているところは 2都市。で、どちらかというと、この、紫色ですね、100万人都市。っていうのが、だいたい46ぐらいになっていくということですね、2030年までに。で、その次が中国なんですけども、中国は1000万都市も今後ですね、6から8というふうに上がっていきますし、一番ボリュームゾーンとしてあるのが、この、100万人都市ですね。これが現時点でも100超えていて、2030年までに146ということで、まあ、100万人都市っていうのが一番多い国はどこかっていうと、中国になっていくということですね。まあ、いかにその、先ほどのグラフでも説明しましたけれども、都市に人口が流入をしていて、100万人都市というのが量産化されていっているかというのが中国を見てはよくわかりますよね。あと、まあ、よく、そのサーキュラーエコノミーで、名前に上がってくるのがオランダですけれども、オランダの場合にはそもそも1000万都市はないですから、100万人都市が、まあ、2つとかですね、そういったレベルですと。で、下側がその農村部からその都市部へ の人口の流入を書いているんですけれども、まあ中国だけは異様にですね、ある一定の期間からずっと人が流れ込んでいるというのが分かりますね。はい。で、そんな中でですね、中国がそのスマートシティというのをやっぱり作っていかないと、そもそも都市のオペレーションが回らないということなんですね。ですので、今、その世界のですね、スマートシティの関連プロジェクトというのは、まあ、500ぐらいあると言われているんですけども、1000ぐらいあると言われていて、中国で、約500。ですので、スマートシティというふうに名前が付けられたプロジェクトのうち 48% が中国ということで、まあ、半分中国ですということですね。だから、いかに中国にそのスマートシティとしてのポテンシャルがあるかというのは、この辺からもよく分かると思いますね。で、まあ、そういった背景を受けて、その中国ではどんなふうにしてそのスマートシティに関するこう戦略を作ってきたかといいますと、これ、契機になっているのは2012年、これ、中国語なんで、ちょっと口頭で補足をしますけれども、2012年頃に国家戦略としてですね、そのスマートシティを続けましょうというふうになっていって、そこである程度の戦略を決めていって、2016年の段階で国家戦略の中でもさらにこう重要度が高い位置に上げていって、
で、2017年からその上げていった国家戦略っていうのを全国レベルでやっていこうって言って一気にこう広めていったということで、こうスマートシティということがこう全国レベルで広がっていったっていうのはまだ言っても4年ぐらいの話なんですね。で、先ほど2010年がその農村人口を都市人口が超えたという起点があったと思うんですけども、そこからまあこうよりやばいということで、どん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 あの戦略的にこのスマートシティというのをプッシュし始めるということですね。で、中国の場合はですね、先ほど申し上げたとおり100万人都市ってたくさんあるので、いろんな場所にですね、その各都市の産業に応じたスマートシティのモデルというのを作っていってるんですね。例えばアリババの本社がある贵州であれば、その交通に関するそのスマートシティだったりとか、まあ、深圳であればテンセントという会社がありますから、テンセントを中心としたそのコミュニティとか通信をこう強化したようなスマートシティだったりとか、あと天津であればよりエコシティみたいな形ですね、それぞれのその都市の状況に合わせたそのスマートシティのそのサンプルモデルといいますか、そういったものを設定をしていくわけですね。それを1級都市、2級都市、3級都市というふうに経済規模が違う都市にうまく分散をしていきながら、これ右側の図なんですけれども、ブレイクダウンしていくということですね。で、やはり今中国はその、下等地域と言われている東側のエリア、上海とか、まあ、贵州があるエリア、ここが一番経済規模としては広域では発展しているので、やはりその辺のスマートシティのプロジェクトがまあ多いんですけれども、そこからまだ内陸の方に徐々に徐々にそれを水平展開していっているという感じになります。最後ですね、都市の事例ということで、この辺から少しちょっと写真をお見せしながらですね、楽な感じで聞いていただければと思いますけれども、まずですね、あんまりこう日本人が行ったことがない場所で、そのリープフロッギング的な場所として注目している場所が、この貴州省の、まあ、貴陽市という場所なんですけれども、場所で言うと、私が今住んでる深圳が南のこの辺ですけれども、そこから飛行機で1時間、半で行ける場所ですね。ここはまあ貴州省で、この真ん中にある省都が貴陽という場所です。ここはおそらくお酒好きな人はですね、白酒という白い酒、40度とか50度とかの度数がありますけども、その産地としてマオタイという場所というか会社があるんですけども、マオタイで有名な場所がこの貴州ですね。なんでまあ貴州に行かれるときはですね、肝臓が壊れる前提で行くぐらいの気持ちが必要かなと思います。でここで起こっているリープロッキングの事例、まあ、これ一個一個説明すると時間がないんですけれども、簡単に申し上げるとですね、まず医療に関しては、まあ、日本でもよく議論されているそのオンライン診断だったりとか、そのネット病院ですね、医療ビッグデータを活用すると、まあ、この辺が2017年ぐらいから整備をされていまして、もうほぼほぼですね、遠隔医療というのは日常的に使われています。で、物流に関しても物流版の Uber とということで、まあ、日本でいうところの赤帽みたいな、ああいう小口のですね、配送、あれをですね、そのウーバー的にシェアリングをするっていうプラットフォーマーが貴州初で生まれまして、最近それが他の同業とまあ合併したとですけども、上場をしたということで、まあ、日本でいうと、例えば本当に田舎のですね、都市から生まれた企業が最終的にまあ上場までいくみたいな、そういったこう規模感とスピード感でこう物流の改革が行われているというのがありますね。あと農業に関しても、農業ビッグデータを活用して生産コントロールを行ったりとか、需給バランスを整えるということが実際に行われていますし、あとは自動運転に関しては、自動運転のスタートアップも生まれてきていまして、日本でいうとトヨタの e パレットのような、ああいうモビリティプラットフォーム、あれにかなり近いコンセプトを持ったスタートアップというのが、この貴州省に存在しています。後ほどちょっとそれはご紹介します。ちょっと飛ばしますけれども、でこの貴州省というのはですね、実は最貧省、一番貧しい場所というふうなことで有名な場所なんですけれども、このビッグデータというですね、一つの産業で町を振興していくという国家戦略で認定をされまして、その後ですね、まあボンボンと投資が入りまして、その中心部に関してはこれは最貧省の場所なのかと思うぐらいですね、都市化が進んでいます。これ貴州省貴陽市のビジネス街なんですけども、これだけ見るとこれは深圳というように思ってもおかしくないぐらいですね、ビルが立ち並んでいて、夜はこんな感じでライトアップされています。で加えて毎年ですね、5月6月ぐらいどっちかのタイミングでビッグデータに関する産業エクスポというのが行われていまして、去年はちょっとコロナでなかったんですけども、毎年行われておりまして、これ2018年2019年と私2年のところで言ったんですけれども、まあ、どういった展示がされているかといいますと、例えば
チャイナモバイルが展示してたのは2018年時点でですね、これ会場にマリオカートのですね、運転するようなキットが置いてありまして、そこから20キロ離れた場所の車をですね、遠隔で 5G を使って操作をするというデモが行われていたり、それが2019年になるとそれが重機に変わりまして、要はクレーンですね、クレーンを200キロ先のクレーンを 5G でこの会場から操るというデモが行われていたり、あとは、自動運転の体験ができると。これ別に深センでやってれば、別に珍しいとは思わないんですけども、これをですね、この最新章である機種で行ってるっていうのが、これすごくリープフローキング的だなというふうに思うわけですね。しかも、医療に関してもこのように遠隔医療ですね、これ左側、左下のやつがですね、これ携帯に差し込めるようなキットになっていて、これで尿酸値とかですね、それを血液をピッてやるとですね、そこでもう測られて、で携帯からそのままですね、この画面上の、お医者さんに送ることができるんですね。でこれおばあちゃんがこう左下に写ってるんですけども、このおばあちゃんがいるところはクリニックですね。ここにはこの医療設備がこんなにいいものはないわけです。でそこに、補助する、そのお医者さんというかがいらっしゃって、この方がこのウェブカメラを使ってサポートをしながら、この大きな画面に写ってる病院の方は、その起用市の中心病院にいる方なんですね。でこのようにして問診を行うということが、実際にこれ診断しているところにしてもらいました。でそれをですね、このように、その北京とか上海とかっていう、さらにこう貴州省でもカバーできないような症例に関しては大都市の病院に転送するというような仕組みもできていて、どういったその症状、どういった年齢の方がそういった北京とか上海とかっていうところに転送されて、でどの症状以下であればローカル病院できますよっていうのを、データを取っていくことで、やっぱ上海とか北京のお医者さんというのはとにかく忙しいわけですから、そこにこうエスカレーションしていくための基準作りみたいなものをですね、医療ビッグデータを使ってやっていると。でこれによってその医療リソースの、その農村への分配っていうのを、効果的に行うということが実際に行われているわけですね。あとは貧困地域ということで、これは非常にこう奇襲らしい取り組みではあるんですけども、これ貧困改善をビッグデータでやるということで、どういうことをやっているかというとですね、それぞれですね、これ右下のように調査員がこの行くんですね。でこれまで貧困っていう定義すら曖昧だったらしいんですね。私は例えば貧困ですと。で、生活補助が必要ですって自己申告でやってたわけです。そうするとやっぱり当然不正なんかも起こったりとか、本当にそれ必要かっていうことの判断をできるためにデータがなかったわけですね。それを調査員がいろんなところに訪問をしながら、この過程にはそのどんな貧困改善のプログラムを提供すべきなのかっていうことを、それがお金なのか、その教育受けられないから教科書なのか、洋服なのか、そういったものをですね、物品支給なのか、そのお金なのかっていうことも含めてですね、そういうのをこう調査をしていって、それをちゃんとこう反映させることで、貧困改善の KPI を作っていたんですよね。でこういったものを全部データで管理するということでしたね。これも多分日本人からするとディストピアみたいに見えるんですけど、実際に貧困を改善されているということで、結構地元の人からは高評価を受けていたというふうに思います。こんな感じですね。これ実際のですね、画面なんですけども、この家庭のですね、その貧困状況というのを、例えばこの家庭では何人子供がいるとかですね、あとその車持ってるかどうかとかですね、収入はどうかとかですね、そういったものをデータとしてこれ記録されているわけですね。でさらに、これが物流に関することなんですけれども、これがその機種がユニコーン企業になったその物流版ウーバーということで、やはりですね、この機種という場所は道路の整備も遅れていたこともあって、物流のですね、その成熟度が非常にこう遅かったんですね。ですので、既存の大手の物流企業というのが ここの場合にはあんまりこの物流 のインフラを整備しなかったということ でそこでですね、このそれぞれの個人事業主 その トラックをつなげるということで、非常にこう需要があったわけですね。でしかもですね、これ物流版 のウーバーに加えて、農村版のウーバーみたいなものもあってですね、農村版の物流ウーバーみたいなものがあって、その農作物を運ぶためのシェアリング その物流っていうプラットフォームを別のサービスってあったりとかしますね。交通インフラに関してですけども、これは2019年の写真なので、中国事情に詳しい方は、このモバイクという会社がもうすでになくなっていることは知ってるかもしれませんけれども、一時期ですね、各都市でシェアリングサイクルとしては非常にこうシェアを持っていたモバイクっていうのは、すでに右側 のメイトワンというフードデリバリープラットフォームに買収されまして、モバイクというブランドはもうすでにないんですけれども、これ2019年時点で撮った写真なんですけど、この
シェアリングサイクルというのは、まあ、深圳も含めていろんな場所であるんですけども、これ実は電動自転車なんですね。で、貴州というのは非常にこうアップダウンが激しい場所でして、普通の自転車だともうしんどくて乗れないんですね。なんで、このような電動自転車っていうのが当時はシェアリングされていましたし、これ右下のやつはこれシェアリングカーなんですね。で、まあ、こういったものって別にその欧州でも全然あるし、このビジネス自体は新しいものではないんですけども、こういったものは突如、この最貧者の場所に現れて、社会にこの順応していくっていう、このスピード感がですね、非常にこの機種の面白いところではあるんですね。で、そのですね、そのスピード感の速さっていうのが、こう端的に現れているのがこれでして、深圳とか上海ってもう地下鉄当たり前にあるわけですね。10本以上も通ってるんで当たり前なんですけど、この貴陽市の場合は地下鉄が開通したのが2018年12月なんです。これ実際私2018年12月に乗ったんですね。開通したばっかりのやつに。これご覧の通りですね。誰も乗ってないですね。まだですね、電車というものが新しいので乗ってる人も少ないぐらい。で、乗るときもですね、これ空港かなって思うぐらいですね、身体チェックを受けるんですね。それがやっぱりその慣れてない人が多かったと。で、そこからですね、今は多分もう3号線ぐらいまで開通してると思うんですけども、そこから半年後です。2019年の5月にですね、顔認証の開発っていうのに体験ができるようになってました。これ実は2019年5月というのは、深圳でも顔認証の、開発というのが試験的に運用されてた段階だったんですよね。それが、この電車開通してからこの顔認証の体験ができるまでのこの間半年間っていう、めちゃめちゃ速いスピードであるテクノロジーが実装されていくとですね、まあこういったもので社会が変わっていくとですね、なんかもう考え方変わるんだろうなっていうのは思うんですよね。で、そんな中で、このようなスタートアップも出てきてまして、これ何やってるスタートアップかって言いますと、PIX という名前で、左側にあるような、この自動運転のですね、モビリティの、なんでしょう、車の、なんでしょう、動くシャフトというか、これを作ってるスタートアップで、この上にですね、例えば、コーヒーマシンの、店舗を置いたりとか、それこそなんかこう、EC のちょっとした店舗を載せてですね、で、スマホで予約をすると、これがやってくるっていう、まあ、トヨタの e パレットにかなり近いんですけども、実はまあ、そのトヨタの e パレットのコンセプト出る前に彼らはやってたと。言ってました。でもこれはこのパックルとかそういうことじゃなくてですね、トヨタに関してはすごくリスペクトをしている前提で、その自分たちがこう考えてたコンセプトは正しかったんだって分かったというふうに彼らは言ってましたね、e パレットが出たときに。で、彼らが考えているのはですね、その企業というのはまだ本当に都市化がこれからこう起こっていくわけですね。そうすると、ビルを作って、そのビルのとその住居とかですね、その人が移動するっていう、そういう都市だけではなくて、このモビリティのスペースっていうのがある種その都市のモジュールとしてそのいろんなところに点在していて、で機能が欲しいって場合にそのモビリティを呼んでサービスを受けると、そういうような都市づくりっていうのができるんじゃないかっていう、まあ構想を持っているわけですね。まあ、こういった発想ってなかなかですね、まあ、深圳ももうすでに街ができてきてるんで生まれにくいんですけども、やっぱりこれっていうのはやっぱりリープロッキング都市ならではのですね、発想だなというふうに思います。で、なかなかこう日本ですと東京に やはり人口が集中している、まあ、3000万人東京にこう集中してますから、ほぼほぼ都市化的なこのサービスっていうのは、まあ、東京もしくは大阪に初めにこう実装されることが多いと思うんですけれども、中国の場合はですね、深圳で起こっていることが例えば、貴州で起こったりとかっていうことがほぼ同時に起こり得るっていうところがポイントなんですね。さっきの顔認証もそうなんですけれども、でこのアリババの IoT スーパーで、まあ、一時期有名になったんですけども、まあ、当然全部キャッシュレスが前提であって、で、注文をするとですね、中にいるそのスタッフの方がですね、そのカゴに入れていって、で、そのベルトコンベアで、その注文したものを、こう、店内をですね、モビリティ、まあ、ベルトコンベアでぐーっとこう、移動させていって、この左上の図なんですけども、で、バックヤードにバイク便が、スタンバっていて、そこからビューンと届けてくれるということで、こう例えば家から注文したものがもう30分以内に届けてくれるというような、そういう、こう即時配送 その買い物体験っていうのを提供している、まあ、フーマースーパーというのがあるんですけども、これ別に上海とか深圳だったら普通にあるんですよね。ただこれが企業にもこうあるっていうのがやっぱポイントで、その企業だからといって、じゃあ現金の人がこんなに多いのかっていうと、やっぱここでもやっぱ当然キャッシュレスが進んでるわけですよね。で、ローカルスーパーでも普通にもうキャッシュレスが運用されていましたし、そういう意味では、その街の成熟度
っていう意味では格差があるんですけども、ライフスタイルっていう観点から見ると、まあ、結構ですね、そのあんまり変わり映えのしない生活というのを貶むと、こういった産休都市っていうのをやってるというところが、あの面白いところであります。ただですね、まあ、ちょっと中国らしいところもありましてですね、このビッグデータ産業というのをやっぱりこう作っていくっていう、この雰囲気を作るためにですね、いろんなこう取り組みをやってまして、例えばですね、ビッグデータ公園というのがあったりとかですね、これ絶対ビッグデータ関係ないんですけど、名前だけビッグデータ公園とかついてたりとか、左下これビッグデータ広場ってこれあの書いてるんですけど、まあ普通の、あの広場なんですよね、ビッグデータ広場って書いてたりとか、これ右上ビッグデータ接待中心って書いてるんですけど、まあ、ビッグデータって一つ名前をつけたホテルだったりとか、あと右下これタクシーのですね、あの裏側に書いてる、広告なんですけども、まあ、みんなでこのビッグデータの産業を盛り上げて貧困改善しようみたいなスローガンがこうあるわけですね。まあ、こういった何でしょう、街全体としてビッグデータ やってんだぞっていう雰囲気作りをするっていうのは、まあまあ、中国らしくもあり、ちょっとなんかこう面白いところでもあるかなと思いますね。なんか極めつけはこれですね、あのビッグデータチェアっていうのが実は非常にこう座りにくいんですけど、まあ、こういうのもなんかこうやっちゃってしまってるっていうところのなんかこう、前のめり感ですね。これは私は結構好きだなというふうに思います。はい。ちょっと飛ばしますけど、あとはですね、これですね。あ、間違えた。これ、何か分かりますでしょうか。東京オリンピックでも有名になりましたけど、これ、ドローンのショーなんですね。で、東京オリンピックの場合は、1800、500台ぐらいですかね、ドローン使って、インテルがやってましたけども、これ、2018年時点でこれ560台のドローンでショーをやってました。ということで、まあ、中国の、最貧少だった場所ですでに2018年時点で500台のドローンショーは見れてたわけです。っていうぐらいですね、なんかこういろんなものがですね、こう街に急に現れていくというような目まぐるしさっていうのがあるんですよね。でこれに飛ばしまして、で次、クイシュですね。これはアリババの城下町ということで、場所はここにあります。上海から、高速鉄道ですと、まあ、30分ぐらいで行ける場所ですね。非常にこう近い場所になりますけれども、まあ、この、クイシュで有名人というと、皆さんご存知のこのジャック・マーさんですね。この方が有名です。でこの浙江省という場所はですね、浙江商人と言われていて、先ほど世界に散らばっている華人、華僑の話をしましたけれども、この浙江出身の人って結構いるんですね。でこれ左上のこの雑誌に書いてあるのは、浙江省の人が、企業の幹部になっている会社、上場企業のですね、分布ということで、アメリカとかカナダとかフランスとかですね、オーストラリアということで、まあ、海外にこう出ている華僑の人たちが、まあ、浙江省出身で活躍していると、そんな感じのことなんですね。でこの場所は何が有名かっていうと、アリババがやっぱり強いんですね。さっきの貴州省っていうのは政府主導です。あくまでも政府主導の国家戦略的な感じでスマートシティをこうバンバンとやってるわけですね。で、クイ州ももちろん政府はあるんですけども、企業、アリババがまあ権威を結構壊してますね。でそれを一番こうフレームワークを作った人がこの人ですね、ワンチェーンという人なんですけども、この人アリババの中で、アリババのクラウドサービス、アリクラウドというのを立ち上げをした人ですね。この人がアリババのクラウドでスマートシティの概念を立ち上げて、人間に脳があるように都市にも脳が必要だっていうですね、都市の大脳というですね、コンセプトを打ち出して、でどんどんその政府を巻き込んでやっていったわけですね。でこれ、まあ先ほどの私のフレームワークの部分でも説明したんですけど、構想力の部分でいうと、これ非常にですね、すごい構想があって、これ右下のこの絵はアリババの本社の1階に飾ってある、まあ、これは本当にこれやりたいかどうかを言うとして、2050年のクイ州のビジョンであるという、まあ、アート作品なんですけども、これが書かれていました。まあ、自然と都市がこういうふうに融合をしてですね、で、この都市の大脳がそれをこう、うまくマネジメントをするという構想ですね。で、実際ですね、どんな感じで、まあ、スマートシティだなって感じるかっていう、まあ、生活レベルの話をしますと、特にクイ州はですね、その交通に関する仕組みがよくできていまして、例えばアリババの街なので、いろんな支払いっていうのはアリペイを使うんですね。これもちょっと脱線しますけど、テンセントがいるシンセンはやっぱり指チャットが多いんです。
で、WeChat Pay が中心なんですね。アリペイも使えるとかあるんですけど、結構 WeChat Pay しか使えませんとか、それがあった方が便利だってことあるんですけど、クイシューに行くとそれ逆で、アリペイ縛りのところ結構あるんですよ。で、電車もですね、アリペイと紐づいてるんですね。電車で降りた後に、こんな感じで左側のようにですね、これ、降りた瞬間にですね、どこどこにあのシェアリングサイクルがありますよっていうのをこう表示してくれるんですね。5台ありますよ。で、このハローっていうサービス、これもアリババが出資しているアリババ傘下の、あのモビリティ会社なんですけども、シェアリングサイクル、もしくはこの、 あの電動バイクですね、これがあの降りた瞬間にどこにあるかっていうのがこう出てくるんですね。そうすると、まあ、駅降りてからその近くのところまではこれで移動できるということもできますし、あとは地図サービスもアリババ持ってるので、その DD とかですね、まあ、こうライドシェアリングを降りた後にそこから一番近い例えばこういうサイクルを案内してくれたりとかですね、そういったなんかこう、電車でシェアリングからその、なんていうでしょう、もう少し個人のモビリティという形での動線っていうのは割とよくできてるなと思いますね。あともう一個この都市の特徴的なこと、これアリババ関係ないんですけれども、この地下あの駐車場の写真載せてるんですけれども、この真ん中にあるですね、何やら怪しい箱は何だと思われますでしょうか。これはですね、ドローンのポートなんですね。で、これ2つともですね、違う場所なんですけど、これ病院なんです。で、病院にドローンの配送システムというのが、ここではもうインストールされていまして、血液とかですね、そういったものの緊急輸送が必要なものに関しては、このドローンで輸送するという、こうインフラがですね、もうできてます。ただ、まだまだ本数は少ないんですけども、病院間をつないだりとかですね、そういったことにして使われてます。で、最後ですね、最後、これ、U1Sync という場所なんですけれども、これはですね、場所で言うと、北京と天津と、その三角形の対角になっているこの場所ですね、河北省の布袋という近くにあるんですけれども、一応これは習近平さん の、 肝煎りの国家プロジェクトで、ここに書いているようにですね、千年の大計画、国家の大事だということで、まあ、リアルシムシティですね、が行われている場所です。で、これ右下のが直近オープンした新しい空港ですね。これ北京の空港とは別にまたですね、作って、これがこの北京とこの U1 シンクのこの間にあります。この人出みたいなやつですね。で、この場所どれくらいのこう規模感のプロジェクトかといいますと、ざっくり言うと、まあ、東京都全体よりもちょっとちっちゃいぐらいですね。東京都が2200万平方キロぐらいなので、まあ、ここは1770ということで、まあ、東京のちょっとちっちゃい区域というのを、リアルシムシティで街を今から作っているという、そんな場所でございます。実際私行ってみたんですけども、こんな感じで非常に駅は綺麗で、駅前にはこんな感じでこのパースがこう描かれていて、これパース、左下のこれパースじゃなくて実際の映像なんですけども、もうほぼ建築中です、いろんな場所が。で、まあ、非常にビジョンが大きいんで、まあ、非常に長いスパンで見る必要があるんですけども、実際どうかっていうとですね、非常にこうピンポイントでして、この左上のような無人カーが走ってるエリアっていうのは一応あるんですけど、ほぼ人はいないですし、中に入ってるそのお菓子もなんかもうしけってるようなものも入ってるんで、なんかこうインフラとしてはすごくいいんでしょうけど、そもそもなんかオペレーションが弱いみたいな感じが結構あったりとかしますし、これ真ん中の写真、これバイドゥの、バスですけども、これもなんかほこりかぶってましたし、右側のこの神丼の無人スーパーもシステム壊れてましたし、結構ですね、はったり的な感じで、とりあえず打ち上げてはいますけれども、まだまだなんか中身が伴ってないなっていう感じを言ってみて感じました。で、これはちょっとシュールなんで写真撮ったんですけど、なんかこういう自動運転とかのこういうのがあったりとか、無人バスがあったりとかするのに、こういうリアカーが普通に置いてあるっていう、このシュールさがなんかちょっと面白いなと思って撮った写真でございます。で、しかもこのエリアはですね、まだ日本人というか、まあ、外国人がほぼ多分来てない場所なので、外国人が泊まれるホテルも非常に少なくてですね、私実は行った時に予約して行ったんですけど、そこ外国人泊まれませんって夜に言われて、さまよってですね、結構苦労したっていう経験もあります。ただ一応日本料理屋さんはですね、1軒だけありまして、まあ、今後行かれる方のために少しだけ豆知識としてご紹介しておきますけれども、このようにありまして、すき焼きがありまして、一番搾りも一応あって、なかなかまあ美味しかったんで、もし U1 シンクに行かれる際は、この竹派というですね、日本料理屋さんおすすめでございます。ということで、まあ
いろんな都市の事例をご紹介をしてきたんですけれども、この後、少し長くなりましたけれども、南雲さんとのディスカッションの中で、実際じゃあこういう事例の中でですね、こういうディスカッションポイントを、中国の人はどう思ってるのか、で、そこに住んでる日本人なら私はどういうふうに見えてるのかみたいな、そういったお話をちょっと今後していければなと思います。以上でございます。はい、ありがとうございました。いやー、すげえな、やっぱり。まずね、川上さんの波動がすごかったって、その後中国のこうダイナミズムに突き動かされたというかね、もう圧倒されたね。スピードであれ、スケールであれ、それからスタンダードを取るっていうところも含めて、もう文明を作ってるって感じだね。街作ってるって。本当にそんな感じがしますよね。でさっきのその雄安新区で、うん、まあ当然国家プロジェクトではあるんですけど、結構な、うん、その割合というか、あの場所にした理由というのは風水らしいですよね。風水で町の場所を決めるって三国志かよって思っちゃうんですけど、そんなことが実は行われてるっていうのもなんか中国らしく、すごく大局観を持ったなんか戦略だなと思いますよね。なんかね、あれだね、まあ、正確なあれじゃないけど、日本のスマートシティってこう細かいところまですり合わせをしながらね、本当に一歩一歩こう丁寧に進んでるところを見るんだけど、感じはするんだけど、中国の話聞いてると、1キロ単位で物事を決めてるみたいな、日本人はなんか10センチ単位で物を決めてるみたいなところをね、そのくらい違いを印象付けられましたね。やっぱすごいな。本当にそうです。でも細かい日本人角度で言うと、もうちょっと我慢できないぐらいの荒さだと思いますけどね。うん、いや、でもこれがね、5年、10年、20年、30年とこう重なっていくとね、ものすごい差になっていくっていうのは、もう自明だね、これ。すごいわ。そうですね。それがやっぱりそのスマホの事例やっぱ見てみると、やっぱ初めてスマホは当然その深セン中心としてパクリスマホがたくさん出てきたわけですし、今でもまああるんですけど、そこからやっぱりそのフォアウェイみたいな会社だったりとか、そのシャオミみたいにそのグローバルに展開していけるパワーを持ったあのメーカーが生まれてくるわけじゃないですか。でこれがじゃあその EV になってスマートシティになってってなってくるときに、やっぱり今のこの中国のクオリティで安心してたらこう結構ダメで、キャッチアップのスピードは本当に速いと思うので、そこのスピード感っていうのはやっぱ注目していかないと、まあ、リスクにもなるし、機会ロスにもなるだろうなと思いますね。なるほどね。これでディスカッションやっておこうと思ってるんだけど、はい、このね、ディスカッションポイントのスライドをこう上げたままだと、我々の顔が出ないのよ。あ、じゃあ、消します。その方がいいと思う。うん、その方がいいと思う。それでさ、じゃあディスカッション何から話そうかっていうぐらいすごかったんで、圧倒されちゃったんだけど、なんでこんなことができるのかって、多分日本人の人から、日本人のね、スマートシティをやってる人からすると、あれはどうなの、これはどうなのって聞きたいものがね、多分いっぱいあると思うんですよ。で、ね、最初に出てくると思うのはね、規制。日本って規制がいっぱいありすぎて、超えられないんじゃないかっていうふうに言われてるんで、ね、本当にそうなのかっていうのをちょっと置いといて、で中国の場合って、なんかやったもの勝ちに見えちゃうんだけど、規制みたいなものって、こう、過去の規制がたまってて、それをこう一掃しないと前に進めないみたいなものってあるのかしら。そこは日本みたいにその何でしょうね、既得権益だったりとかそういうところは表向き上は結局国力としてどれが一番ベストかっていうようなやっぱ思考軸になってると思うんですよね。だからその既得権益を守るとか古い産業を守るっていうことが何かしらそのプラスになるんだったらそれは守るでしょうし、じゃなくてディスラプトをむしろ推進した方がパワーになるというふうに考えてるんであれば、多分そっちの方を支援すると思うんですよね。で、結果的にまあそれがこうピークになってくると、その国のその運営を脅かす存在になってくると、今のちょっとこう敵企業みたいなことになってくるんで、そのバランスが結構大事だなっていうのは思いますよね。ある意味合理的なんだね。何が必要なんて、なんか今あるものどうでもいいじゃんみたいなところも含めてバーンとやっちゃうし、でそのまま成功したと思ってもこれちょっとでかすぎるなと思うとちょっとこう潰しにかかるみたいな含めてすごいねダイナミズムが、うん、そのなんかやっぱりこう共産党が決めたルールというかこの、うんうん、の中でどこまでその最大限この資本主義的に広げていけるかっていうところはある種ギャンブル的な部分もあると思います、ね、すごいな。あとね 2番目に多分ね日本人が出てくるのって日本のデジタルガバメントもそうだし、スマートシティもそうなんだけど、DX 人材が日本はいないんだよってのがまず出てくるんですよね。で、これから175万人だっけな、10年ぐらい作んなきゃみたいな作業をやってて、
国家施策になっていくんだと思うんですけど、そういうデジタル人材みたいなものっていうのは豊富にいるっていう感じなのかしら。ここはですね、やっぱり中国はその点は長期ビジョンで、やっぱり考えていて、この中国にとって AI とか量子コンピューターって言われてるような、中国がこう割とリーダーシップを取っていける領域っていうのが見えてるわけです。ただそれを強くしていくための人材は、逆算していく、足りないって分かってるんですね。で、その大学のコンピューターサイエンスの学部っていうのを全部こう合わせたとして、今後必要な人材がこれくらいです。で、そこでもちょっとギャップがあるんです。で、それでも足りないかって、高校まで今、ブレイクダウンしてるんですよ。で、高校から AI 教育っていうのを始められるようなところを、重点高校っていうのを決めて、で、そういうふうにやっていくっていう、とにかくもう足りなければ前倒ししていくっていう発想は結構強いんで、それで人材を無理やりこう作っていくっていうことですね。もう中国のスケールで足りないと言われると、もうすでに日本の足りないのところじゃないところはもうすでにいて、ね、ものすごい人数がいて、で、かつこの中国っていうスケールでやろうと思ってるから、ものすごい大量生産なんだね、これ。そうですね。おそらく日本の場合って、その日本の、既存の産業もしくはを、少しずつ成長させていくためにこれが必要ですとか、維持をするために必要ですっていうような感じがあると思うけど、中国の場合は多分、もっと中国の国力を世界に広げていくためっていうところの示唆があるんで、そうなってくると、そのビジョンがでかければでかいほど、当然、やらなきゃいけない産業の規模は大きくなるでしょうし、人材っていうのもね、必要になってきますから、資産が多分相当違うっていうのはあると思いますいね。やだからやっぱり覇権を作っていくとか大国を作っていくっていうメンタリティーなんだね。さっき文明って言ったけど、ここまさはにすそごうくやなっんですぱりあね。りますね。こんだけやっぱりいろんな戦乱を乗り越えてきた国らしい感じのことはありますよね。本当だね。もう圧倒されたわ。でね、次にね、多分聞かれるとすると、日本のね、スマートシティって、そのなんていうのかな、その都市計画の人がいてみたり、法律とか経済の人がいてみたり、テクノロジーの人がいてみたり、で、コミュニティ系の人がいたりとかって、いろんな人が出てくるから、それをこう横串を刺すためにアーキテクトっていうのがいないとダメなんだいって、こうなってるんですよ。で、アーキテクトも急激に必要だねって、僕らも一生懸命やり始めたところなんだけど、そういう、こうなんていうのか、コーディネーションをする総合プロデューサーみたいなもの、なんかね、インドとかだと、マスターシステムインテグレーターっていう言い方してるんだけど、そういう人たちの育成とか、そのプロフェッションとしてのこう認知みたいなのもあったりするのかしら。アカデミアの領域で言うと、当然、都市設計だったりとか、そういうところの人たちっていうのは、シンクタンクを作ってやってるっていう背景もありますし、あと、その中国の場合、プラットフォーマーが強いわけですよね。アリババであり、テンセントであり、で、今ちょっと、この BAT の中でも一番ちょっと落ち目になってますけど、バイドゥがあると。ただ、バイドゥに関しては、自動運転領域では一番こうトップを走ろうとしてるんですね、エコシステムとしては。で、それぞれアリババが強い領域、テンセントが強い領域、バイドゥが強い領域、それぞれがそのスマートシティのアーキテクチャみたいなものを、そのインターネット企業としての思考として作り上げてるんですね。で、そこで例えば、そのファーウェイがちょっとこう絡んでくるだったりとか、BYD のようなその EV 系のところが絡んでくるみたいな感じのが、都市によってその巻き込む、そのなんていうんでしょう、アライアンスのその企業が変わってくるわけですよ。で、それをうまくその企業アライアンスっていうのを組みながら、そこにアカデミア的な感じの、ナレッジが入って、うまくその作り上げていくっていうことを多分いろんな都市がやってると思うんです。それを競争させるわけですね。ある意味あれだよね。だから中国でかいから、グリーンフィールドがやっぱりたくさん、ニューフロンティアがいっぱいあるから、どっかで自分のなんとかこう、オラガ村作ろうと思ったら、その場所があるよって感じなんだろうね、きっとね。本当にそうですよ。貴州とその深圳で、やっぱそのアリババ陣営とテンセント陣営の、やっぱりその、なんていうんですか、食い込み方の違いは感じるとよくわかりますけど、同じ国なんですけど、こうベースになってるサービスが違うわけですよ。アリババ系のサービスなのか、テンセント系のサービスなのかって。だから車とかで、私車運転しないんですけど、車運転してもらって、一回その深圳から上海方面行ったことがあるんですけど、高速道路のその、キャッシュレスの支払いも、ある一定の省から変わるんですよ。あれってのみになるんですよ。ね、陣取り合戦ですからね、これいや、じゃあ、違う国になってがあるみたいなもんなんだ。ね、ユ本当ナにイテッもう、ドスのところのそうです、サービいわスじゆる、ゃなくてさ。それが企業がやっぱり京都そういうその仕組みを作っていってるっていうのはあります。そこを、ある種政府が利用して、
陣取り合戦が行われているっていうのは中国の面白いところですね。すごいね。なんとなくね、そのイメージで言うと企業が強いっていうところはアメリカっていうイメージがあるんだけど、そのスケールと違うねこれ。そうですね、あくまでもやっぱ企業の上にはやっぱりその共産党というあのルールメーカーがいるので、あくまでもその中での企業の競争だっていうことですよね。あ、もう圧倒されたわ。もうなんかもう言葉が出ないな。あのちょっとね、このアンバランス感のさっきのね、ユイアンの話とかって面白かったけど、でもなんかこうアンバランス感も含めてやっぱすごいな。いや、圧倒されたな本当に。そう、ブリアの事例を少しだけまたお話をするとですね、私、まあ、初めて行ったのが2018年の前半だったんですけども、あの時にその空港に降りてですね、ビッグデータエクスポに私行く時だったんですね。でタクシーの乗って、あのうんちゃんがですね、結構フレンドリーで私にこう聞いてくるわけですよ。なんかあんのかと、この街でなんかあんのかって言って、うんうん、でビッグデータエクスポっていうのがあるんだよっていうことを説明したんですよ。うん、そしたらですね、あの運転手さんがビッグデータって何なのっていう話を聞いてきたんですね、うん、よく聞くけど何なのって聞いてくるわけですよ、うんうん、で私が一応説明をしてあげたんですね。そしたらビッグデータ産業というのは中国は強いのかと、でアメリカとどっちが強いんだっていう質問をバンバンしてくるんですよ、うん、でいかにこのビッグデータっていう言葉を知っている市民がうんちゃんレベルでもいるかっていうのがまずすごいと思ったんですね。でそれでそれをその知りたいっていうこの好奇心、うんうん、これってやっぱりその街をこう推進していくエネルギーとしてはすごく重要だと思っていて、うん、そのeeガバメントを進めていく上では当然その市民から嫌われたらそれは進まないじゃないですか、うん、市民がその協力的にならないといけない中でビジョンをどう示すのかってすごく重要だと思うんですけど、それがやっぱり企業の場合ってよくできてるなと思ったんですよ、巻き込み力として、うん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 、それを感じる、ね、それってさ、なんていうのこのなんかこう何もない土地に急になんか面白いものができたからっていう、こうエンプティーなところから新しいものにぶってこう関心を向いたって感じなのか、それともなんかこうやっぱり腹いっぱいじゃないからそういうところに目が行くのかな。腹いっぱいってのはいろんなこう知識がね、もう知識が頭の中いっぱいになっちゃってると新しいことにこう目が向かなかったりするんだけど、でもなんかそういうこうまだ詰め込むというか入れ込む余地があるっていう感じ なのかしら。あのやっぱり紀州のっていうのはまあ最貧省ですから、うんうん、一般的な教育水準でいうと相当低いはずなんですよ、うん、で普段仕事をしていればタクシーのうんちゃんであればタクシーのうんちゃんであったりとそういう、まあ、あの仕事を続けるしかないわけですね、うんうん、ただその国の大きな方針としてそのビッグデータ産業をそこに作るドーンって言って投資を呼び込むわけですよ。でそうすると、うん、何やら賑わってるらしいっていうことはその一般の人でも分かってくるんですよね。何かビルが増えるとか、なんか仕事がちょっと給料上がったなとかっていうことはやっぱりその話が分かってくるわけですよ、うんうん、でこうやって 5G の、 そのステーションをいっぱい作りますよとかってなってくると、そうすると生活が明らかに変わっていくんですよね。便利になっていく、うんうん、でそうするとこの便利になることってどん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 進んでいったらもっとなんかいい生活ができるんじゃないかっていう、今まで考えてやっぱりライフスタイルとかっていうのに希望を持つっていう風になってきてると思うんですよ。でそれを、まあ、政府としては政府がそこにこう投資をしているからできてるんだよ、だからあの共産党すごいでしょってことを多分言いたいってことだと思うんですけどね。なんかそれもあれだね、きっとそのね古代からこう大都市を作ってそこの君臨する人たちのね銅像を作って、ほらこの人たちを拝みなさいと、そうするとあなたたちにとってもね土地が与えられたりとか、あのなんか権力が与えられたりとかね、いいことあるよっていう、なんかその仕組みとなんか彷彿させるようなものがあるような気がするし、あとやっぱり日本で言ったら高度経済成長、なんか次もあるよ、もっとあるよみたいなね、なんかワクワク感をこう引き出すみたいなマジックみたいなのもある気がするし、やっぱりですね、環境ってでかいね、うん、やっぱ人心掌握術は本当にあの優れてると思います。そういう状況だとなんか中に住んでる人たちは全然ディストピア感なんかゼロだね、きっとなんか新しいことがあるぞっていう、うん、あそうですね、多分深圳とかのレベルになってくると、まあ、海外に留学をしてた人もいるんで、客観的に見て中力が どこの問題か問題点があるのかっていうのを分かった上で、でも市場経済力はあるよねっていうその割り切りの中でやってる人は多いと思うんですけど、うん、内陸 のそもそも省から出たことない人もたくさんいるんですよね。そうするとそこがもう、うん、世界なんですよ。でそうすると、うん、あのもう決められたこと
は実は逆らえないわけですから、やるしかないんですよ。でもやってるうちにの生活良くなってるっていうようなベネフィットが明らかに見えてるので、多分デストピア、個人情報とトレードオフでそれがなってるっていうことよりも、明らかに生活が良くなってるっていう方が当然そのいいので、だからやっぱり、うん、ユートピアの方がおそらく意識というのは強いはずですよね、内陸に関しては特に。なるほど、なるほど。あとね、じゃあ次の論点なんだけど、そのルールメイキングのところね、これもとっても大切だと思っていて、多分今みたいな、その紀州とかね、この内陸のところになってくると、海外というよりは、自分のところ、新しいものできたというところで腹いっぱいになると思うんだけど、でも中国ってその一帯一路も含めてね、海外にどんどん、さっき経営の話もされてたけど、いう、こう、なんていうかな、アジアのところに輸出することができるよっていうところで、非常にこう、マーケットを見てると思うんだけど、そのルールメーカーみたいなっていうのは、どういう形でこう形成されてるんだろう。やっぱりその、中国共産党をはじめとする政府機構の中に、そういう、こう公共政策とか外交政策みたいなのを淡々と考えてる人たちがいて、こういう人たちが、よし、これでいこうみたいな形で国家戦略を練り上げてるのかしら。まず例えば ISO も含めて、その国際標準の中に、いかにその特にこう欧米が主導しているその国際標準の中に、やっぱり中国がいかにこう食い込むかってことは、結構やっぱり戦略的にやってると思うんですね。うん、これはまあ、私が今関わっているドローンの産業もそうですし、スマートシティもそうですし、やっぱそういうところは着々と政府機関としてやるっていうのと、あとは産業団体ですね。いろんなこう会員企業を集めているような、この産業団体っていうのが、政府機関とその民間企業をつなぎながら、そういうところにやっぱりそのプロポーザーを出していくっていう仕組みっていうのは、日本より多分強いと思いますね。やっぱりあれかな、であとは欧米の基準の中に入っていかないと、証券を取れないんだっていう認識を、もう過去にもう染みつくほどこう実感してるから。これが鍵だっていう、そういう認識があるってことね。やっぱりビハインドになるっていう意識はすごく強いと思うんですよ。だから、まあ、米中 の、 対談の時にもすごく中国側が切れてましたけど、アメリカがこれまでそのアジアを侵略をしてきたんだと、で今度はアジアの時代なんだっていうことを、やっぱ中国が代表してそのリーダーになっていきたいわけですよね、中国の意向としてもね。であればそのアメリカ主導 の、 その標準とかいろんなそのものっていうのを、まず中国がまずそのキャッチアップをして、そこから中国流のやっぱりスタンダードを作っていくっていうことをやっぱり狙っていくとは思いますよね。まあでも日本も逆の中国との立場にいたら同じこと考えてたのね、きっとね。いや、そうだと思いますよ。はい、いくつか質問が入ってきているので、そちらに行ってみたいと思います。まあ、結構入ってるな。まずはと、桑山さん、ビッグデータ推進、日本だと地方自治と公民体質の兼ね合いどうするんだろうっていう、なんとなく ぼやきみたいな書き方をされてるけれども、半分質問なのかな、これ。ビッグデータとかやりたいと思っても、地方自治っていうね、その地方ってい う、 こう部分最適になっていっちゃうっていうところもあるし、公務員って別にそんなビッグデータって言っても、別に目標をはつけられて給料上がるっていうとではなくて、淡々と日々のオペレーションのところに慣れてる人たちが多いからっていうことじゃないかなと思うんだけど、まあ、中国の場合やっぱりその中央政府があって、それそこに上がるため の、 そのステップとして、地方都市の何かしらの成果を作るっていう、そういう仕組みになってるわけですよね。なんでその貴州省企業のこのビッグデータ産業を誘致した人間というのも、もともとは上海側にいた人なんですよ。その人が貴州に派遣されて、でやってこいと。で、その実績をやっぱり買われて中央に戻ったんですよね。だから結局その地方都市で完結するじゃなくて、中央の中でのその地方ではどういうポジションなのかっていうのを踏まえて、それに応えるために数字を上げるってい う、 こう発想になるんですよね。それがうまくいくと、そのこういった事例で貴州というその単独であればリソースがないんだけれども、そのトップが上海のリソースが強いんだれば、上海から例えば投資を引っ張ってくるとかですね、上海の会社をその貴州に投資をしなさいと、まあ、ある種強制的に投資をさせるとかですね、そういったことができるんですよね。でそれがネガティブな方向に、働くと汚職になるわけですよ。やっぱりあれだね、そうすると国家管理というかが立身節制をする物語っていうのがあって、でそういう人たちが地域に行って、ね、まあ、やってこいと、うまくいったら出世だみたいなところのドラマがあるってことね。そうですね。でやっぱりそれがやっぱり大きなメイン
あのモインストリートとしてあって、でそこにこう向かっていくっていう、まあ、やっぱり それは一等であるっていうこと その大きなあのビッグストーリーの中に各地方都市の成長が位置づけられているってことだと思いますよね。すげえなんか、はい、その次いきます。岩井さん、紀州省のような国家指定の重点都市で他に注目すべき州都は、どこが挙げられるでしょうか。またこのような大胆な施策はどの省庁が舵取りをしているのでしょうか。あるいは地方政府か党が仕切っているのでしょうか。どの都市でもアリババはじめバースが深く関わっているのでしょうかというご質問です。そうですね、産業に応じて、注目すべき都市っていうのは変わってくるんですけど、例えば北京とか上海っていうのはもうすでに一級都市なので、まあ、あらゆる産業があるんですけど、その中でも例えば北京であればそのディープテック系ですよね。一番やっぱりその名門大学が多いので、中国全体のなんかプラスになるようなあの研究、例えば AI とか量子コンピューティングとかっていうのは北京がやっぱ中心になってあのやられてます。ただそれは北京には実装多分されないです。あくまでも研究は北京でやるんだけども、実装はやっぱり違う場所でやるんですよね。それは北京の都市としてはリスクは取れないんですよね。やっぱなので研究はするけど、実装するのは例えば重慶だったりとか、それこそ紀州だったりとか、そういうところにあの北京大学とか清華大学の分校を作るんですね。でそこから実装していくっていう流れを取るんですよ。深圳もその一つですね。深圳はそういう意味では一番中央から遠い旧都市なんで、割とやりたい方ができるっていう背景があるんですよね。でそういうような観点で、その北京とか上海の息がかかってる地方都市っていう見方で言うと、例えば、まあ、先ほどご紹介した貴陽市っていうのもありますし、あとは重慶ですね。自動運転系だと重慶は非常に、進んできてますし、公道を走って、テストできるようなフィールドもできてます。あとは、そうですね。あとは成都ですね。成都はバイオ系、バイオケミカル系に関しては、あの辺は結構強くて、でそれは重慶と成都っていうのが、その一帯一路でいうところの、結構要なんですね。で、あそこにそういった自動運転とかバイオケミカル系の拠点を作っておくっていうことは、そこから中央アジアに陸路を使っていろんなものが輸出できる可能性があるんですよ。なんであそこはそういう意味では重要な拠点になってるっていう感じですね。だからこうある程度そのエリアでいうと西北地区でいうと重慶とか成都で、もう少し南の方になってくると紀州の紀陽とか、あと雲南省の雲南省とかですね、そういう、 こう少数民族が多いところっていうのも、これは政治的な理由ですけど、政治的な理由で少数民族が多いところっていうのも、やっぱりその目に見える経済効果をそこに出すことによって治安維持をしたいっていう狙いがあるので、そういうところも注目ではありますね。産業としてのその注目点と、治安維持っていう観点の注目点っていうふうに見て、いろんな都市のですね、成長具合を見ていくと面白いんじゃないかなと思います。で、いろんな都市で、やっぱアリババも含めたバースは、濃淡はありますけども、まあ、関わっていることがやっぱ多いんですね。うん。それはやっぱりその中央政府として、まあ、ファーウェイとかアリババが一応その、一番お金持ってるわけですから、投資しろよと、言うと、投資せざるを得ないっていう、まあ、そういうこともあると思うんですね。うまくいってるのか、置いてたとして、絡みはあると思います。いや、なんか三国志の物語聞いてるみたい、すごいね。本当そうですよ。リアル三国志ですよ、今の。はい、次、大藤さん、中国はビジョン政策が優れているが、実行が弱いという話は巷で流布しています。一方、新しいことにチャレンジしようというパイオニア精神は、三官学それぞれにおいて非常に強く、中央集権であるがゆえに闘争力もあって、人口規模も相まって、スケールが大きいと思います。東方も中国、北京を含め、2000年代前半に数年住んだ経験より実感しております。でご質問。スマートシティ事業は大規模になるほど調整、能力が求められますが、こうした中国のオンゴーイングな取り組みから、日本自身が国内のスマートシティ作りや、海外におけるスマートシティ建設にあたって学ぶべき点は何か、川上さんのご実感をもとにお聞かせいただくことは可能でしょうか、ということです。そうですね、まあ、先ほどその日本とアメリカと中国 その都市の状況を少しその説明しましたけど、まあ、全然状況がやっぱ中国と他の国って違うわけですよね。なのでその中国はこれから都市がもう100万都市ができていくっていうことで、まあ、ある意味失敗を許容しながらもできるっていうのが大きいと思うんです。多少の失敗があっても都市っていっぱいできるから別にいろんなところでやっちゃえばいいじゃん
ていう感覚は結構中国はあると思うんですよね。ただ日本ってやっぱりもう都市化率が 80% を超えてきていて、もうその都市を今から作るっていう必要はあんまりないじゃないですか、うん、まあ、トヨタがその自分たちの目的のためにウーブンシティ作るっていうのはあるかもしれないですけど、その行政としてなんか新しい街を今から作るっていうほどそのニーズはないと、うん、そうすると今あるその仕組みの中にいかにその技術だったりとかそういうのも入れながらその利便性を高めるのだったりとか、より良い方にしていくのかっていうことでの多分スマートシティっていう文脈がまあ強いと思うんですよね。うん、そうするとやっぱりその日本の方がその何でしょう、人に寄り添うっていうその、うん、感性というか、うん、倫理観みたいなものをおそらく中国よりは強いと思うので、うん、まあ、そういう中でじゃあその日本流のその人に寄り添うその町づくりですね。特にその何でしょうね。高齢者に関することっていうのはやっぱり中国でもまだノウハウがあんまりないので、それに関しては例えばアクティブシニアタウン的なものとか、そのスマートローカルみたいなモデルをむしろ日本側で作ったものっていうのを、そのスケールを大きくしたものを中国に持っていくっていうことは結構それはウィンウィンな可能性もあるなとは思っていて、今中国でもそのスマートタウンっていう概念が実はあって、その北京とか上海っていうのがもうどんどん都市価値が上がりすぎて、そこからやっぱ分散させていかないともうパンクすると、うん、さっきの U1 シンクもその一つなんですけど、地方にその別荘とかいろんなその産業を少しずつこう分散させながら、もう少し人口をですねばらしていかないといけないっていうような顧客戦略っていうのも実は2017年ぐらいから出てるんですよね。そうすると、まあ、そういった意味での設計っていうのはむしろこう日本 の, その地方創生みたいなこう概念としてですね、規模感は全然違いますけどっていうのはもしかしたらハマる可能性が、まあ、ありますし、まあ、そういったところはむしろその中国という場所を活用しながら日本でできないことを試してみるっていうのは結構できるんじゃないかなっていうのは思いますけどね。なるほど。でもなんかあれだね、やっぱり質より量っていうインパクトがでかすぎちゃって日本ね、質を求めていくんだけどね。そうですね、やっぱ失敗をしない前提でプランニングをするっていうのは無理だと思うので、ただ日本はそこにこだわりがちな部分も結構あるじゃないですか、うん、いかにその成功率を高めていくのかっていうのがあるんですけど、中国は多分失敗をしながらやっぱり取捨選択をしていくっていう、そういうマインドセットがあるっていうのは多分そこはもうそもそもが根本が違うので難しいと思いますけど、そこから学ぶというのは。なるほどね。なんかすごいな。はい、続きまして赤羽さん、計画的に都市づくりをこれほどのスピード感を持って行っていることに驚きました。そこに暮らす人々の生活、例えば最貧相である紀州に住む人々の生活は豊かになっているんでしょうかというご質問ですけど、これはまあそのヒアリングベースではありますけど、明らかに豊かになっているって感じですね。例えば大学生にヒアリングをしたんですけど、その紀州省ですね、うん、その方々だったのはそのやっぱ親世代 の, 生活が明らかに変わったと。その、うん、そもそもネットワイフ、Wi-Fi がない家がたくさんあったんです。それを政府がそのビッグデータ産業やるんだって言って、その 5G とか Wi-Fi の, そのステーションをバンバン作っていったんですよ。そうすると、そのこれまでそのネットができなかったエリアでもネットができるようになったんですね。しかもスマホベースで。でそうすると、スマホでこんな情報があるのとか、こんなもの買えるのとか、こんな場所があったのってことに気づいて、で、ここに行ってみたいっていう、こう願望が生まれるんですよね。でそうすると、これまでその世界のことを知らなかったわけです。そもそも移動しなかったから。紀州省っていう場所がもう世界だったんですね。そこからネットを通じて、こんな世界があるの、中国に、みたいなことを知るわけですよ。そしたら、そこに旅行に行ってみたいとかになるんですよ。そしたらこれまではそのお金を貯めようとも思ってなかった。それは世界が狭いからですね。ネットによって情報を得たことによって、ここに行ってみたいからお金を貯めようとか、そういうふうにして仕事が頑張ろうっていう人も増えたりとかしてるんですよね。でこれってやっぱりその生活を良くしていきたいっていう、こう希望が生まれてるってことだと思うんですよ。でこれは多分そのライフスタイルとしては良くなってるし、その精神的に豊かになってるっていうふうに考えられるんじゃないかなと私はその時思いましたね。なんかそういうね、なんか トレンディードラマじゃないけど、テレビの番組があったら、なんか日本人の人たち見るかもね、日本語で見れたらね、今中国こうなってるんだみたいなね。
そうですね。続いていきますね。小野江さん、はい、ご説明ありがとうございます。ご質問ですと。各都市でそれぞれエンドユーザーに向けたサービスが立ち上がっている中国ですが、スマートシティならではのデータ基盤や都市間の連携などはどのようになっているのでしょうか。主導的なプレイヤーなどご紹介いただけるとありがたいですというご質問です。そうですね、まあ、それぞれ先ほど申し上げたあのバースに関しては それぞれ得意分野を軸にしたそのスマートシティプラットフォームっていうのを作ってるわけですね。でそこがその、契約する相手っていうのは地方政府だったりとかするわけですよ。そうするとそこの、同じ地方投資同士であればそのプラットフォーマー側で同じ仕組みとしてやるので、ここの多分電波連携っていうのはやっていくっていうことは比較的行われていますし、あとは先ほどの企業の事例みたいにその医療ビッグデータに関してはその上海側とか北京側 の, その医療機関と企業市側 の, その医療機関っていうのが電子カルテの連携だったりとか、そもそもの患者の状況っていうのを同じそのデータプラットフォーム上で共有しないことにはサービスの連携はできませんから、そこに関してはむしろ、政府側ですね、政府レベル の, その、医療ビッグデータを管理する、その衛生局とかが、イニシアチブを取って、その仕組みをつないでいくっていうことはやってますね。だからまあその企業が推進するプラットフォーム的な、連携と、政府間で の, その特に格差のある政府間で の, その連携っていうような、そうい う, こうレイヤーがあるんじゃないかなと思いますね。うん、なるほど、はい、ありがとうございます。次ね、さっきの桑山さん、解説加えてくださったんですね。地方自治の観点から別のパッケージソフトを導入するためデータ連携が取れる、またベンダーロックインしちゃってますね。それと地域はこれ 地方議員の支持基盤が古い産業であると、だから新しいデジタルやるっていうことは起こらないよと、で、という問題があるよって、でご質問で民主主義との兼ね合いとのバランスというのはどういう方法が考えられますかって、まあこれ中国は民主主義じゃないから日本にそうですね、ということだと思うんだけど、そうですね、だからこのケースの場合は中国の事例は全く参考にならないっていう感じになっちゃいますよ確かに、確かに、はい、じゃあ続いていきますね。黒瀬さん、 YouTube でスマートシティの映像をもっと見たいのですが、英語と日本語で検索してもほとんど出てきません。中国語で良いキーワードはありますかということですけど、そうですね、まあ、YouTube が中国からアクセスできないので、そもそも多分少ないですよね、YouTube に上がってる動画自体は。そもそも少ないですけど、中国で検索するとすると、ちょっとここにタイプしますけど、ジンフイチェンシーっていう、それがスマート都市っていうことなんですけど、これは全員に送ればいいかな。全員で言ってたけど。はい、これが、まあ、中国でいうスマートシティなので、まあ、これで例えばバイドゥとかで検索をして動画っていうふうにやると、その中国側の動画プラットフォームからいくつか探せるかもしれないですね。あとは、まあ、一部中国語で YouTube の動画も上がってると思うので出てくる可能性もありますね。はい、ありがとうございます。オフシーさん、追加の質問、今日本が提案したスマートコミュニティインフラの統合と運用のためのフレームワークに関する ISO 国際規格 ISO 37155-1 と2が承認発行されましたが、すでに先行している中国の各所スマートシティでは、さまざまな国営民間企業へ進出するにあたって、各分野取り組みを規律する国内規格、過去中国規格は存在するのでしょうか。存在する場合はどのような仕組みなのか、過去国内基準に関する認証主体、複数スマートシティ間の連携枠組み等をご紹介いただけたら幸いですということです。これはまさにちょっと別途テーマで設けたいと私も思っていることで、はい、なのでちょっと現状ですね、国内でどういったその、作ってそれを国際基準に上げていくのかっていうのをスマートシティのレベルで私が今情報そこまでないので、そこは一旦宿題とさせてもらいながら、ただ、ドローンの例えば事例を参考にしてお伝えをすると、やはり、まず国内で、その機体に関する、標準っていうのを、ドローン産業協会みたいなところがある程度その有力なプレイヤー企業を集めてきて、で一緒にこう作るっていうことで発表をして、でそれを、その行政から一応
お墨付きをもらうということを対外的に PR をしながら、その業界団体の地位向上をやっていくと。で、結果的にそうすると、ここに所属していくことっていうのがプラスになるっていうようなプレイヤーがどんどん増えてくる。で、結果的にこのプロポーザルのその意義というか、が高まっていって、そこから徐々にその市のレベルから省のレベルに上がったりとかっていうふうにして、まず国のレベルにまでこう組み込んでいくっていう流れにはなっているので、おそらくスマートシティもそういうような、なんていうバランスで進んでいくんじゃないかなっていう仮説は持っているので、ここちょっと調べてみます。これぜひぜひ次回以降のチャイナウィークでどっかでやりましょう。チャイナウィークでやりましょう。ね、このチャット興味があるので調べてみます。はい、続いて森さん、今日はありがとうございます。スピード感、スケール感、いずれも本当にすごいなと感嘆しましたと。南雲さんがおっしゃるとようにお話でまさに圧倒されました。グローバルスタンダードを取りに行ってるな、デファクトスタンダードを取りに行ってるなと感じました。価値観の違いなのか、どんどん生み出してどんどん消えていく、それを優位とするところが日本では性的に受け入れにくいところだなと思いました。こうなってくると、やはり中国へ行って勝負する方が良いでしょうか。それから、やはり政治のことが気になります。政治は気にしないというか、切り離して考えているものなのでしょうか。アドバイスいただければよろしくお願いいたします。この方、中国大丈夫です。政治は切り離さない方がいいと思いますね。安全問題もありますので、政治は常にチェックしておいた方がいいっていうのは前提としてあって、まあ、その何をもってその勝負をするかっていうふうに考えるだと私は思っていて、個人のキャリアとして考えるのか、企業を背負っていくのか、それともまあ国の中で その何かしらっていうのによって全然多分その取り得るその部分が違うかなと思っていて、で私自身はその中国でのビジネスっていうことにこだわっていることよりも、中国の人とどこか第三国でビジネスをやるっていう可能性も含めて、ただそれをするためにも中国の人の考え方を理解しておかないことには多分何も組めないと思ってるんですね。で、例えばスマートシティとかそのドローンというような比較的その国防に関わり得るような産業っていうのは、外資系企業が入れる余地っていうのは非常にやっぱり少ないわけですよ、当然のことだから。ただ、東南アジアに関してはその ODA とかでその日本がいろいろと支援したこともあるので、そういったその産業に関してもそれぞれの国にそこまで成熟した技術がないので、どっから技術を入れますかって言った場合に日本が選ばれやすいっていう環境にはあると思うんですね。じゃあその時にどこのモデルが参考になるかっていう時に、やっぱ中国にその参考モデルがあるっていうのはあると思います。だからドローンに関して私がこう取ってる戦略っていうのは、あくまでも先行事例は中国にある。ただそこに食い込んでいくっていうことは一応こう考えながらも、そのモデルっていうのを他の第三国でやる場合にはどんな座組になるのかとか、どういうその進め方がいいのかっていうことを横軸で考えていくっていうのは結構重要だと思ってるんですね。でもそこは日本が比較的そのイニシアチブを取ってできる領域な可能性もあるので、そういった考え方で中国っていうのをうまく使わせてもらうというような考え方はありじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。時間の関係なので最後ね、貞道さん、中国の強さは確かに中央集権でルールメイキングできるところだと思いますが、日本にはそれが望めないと思うので、日本のスマートシティ推進には何がキーポイントなのでしょうか。成熟した日本ではスマートシティ化するには過去の延長を中止し、新たなスマートシティという発展を目指すことになるんですが、過去の延長は過去の否定にもなるので抵抗勢力が生まれる。中央集権ではないから日本はこの抵抗勢力を黙らせることがしにくい。だからすまないのかなと思ってしまいます。日本に参考になるのがあるのかな。南雲さんの専門もじゃないですか。ここいやー、違いすぎちゃってね、中国と比べるっていうのは違うということを知るということに限界のような気がしていてね、アメリカのようにも日本はなれないし、中国のようにもなれないから、だからヨーロッパしかないんじゃないのと僕よく言うんだけど、すごいということは参考になるっていうことだよね。まあその都市の単位でやっぱりこうがっつりと変えていくっていうのをこう日本でいきなりこうねババッとやっていくのは難しいかもしれないですけど、やっぱこう分解していくと結局そのどういったコンポーネントテクノロジーっていうのがスマートシティに必要であって、それの実証実験をやるためにその日本だと厳しいものを一旦海外の規制が緩いところで試しながら、それをじゃあ
いろんな点をですね、試していて、結果的にここまでもう前例ができたんですよと。で、その前例ができたものっていうのを日本流に言うとこういうふうにアレンジできませんかねっていう、多分前例を作るっていうのをやっていかないとなかなか通りにくいんじゃないかなとは私は思っていて、その時にやっぱりその新興途上国のその環境っていうので、うまく前例を作れるような取り組みっていうのはもう少しなんか研究されてもいいんじゃないかなって思うんですよね、スマート市に限らず。これね、日本から中国のスマート市を見ると、まあ、はっきり言って脅威に映ってるわけ。日本の政府の人たちからするとね、ものすごいし、置いてかれちゃまずいっていう思いを持ってる人が多いんだけど、逆に中国の人から見ると、日本のスマートシティってどういうふうに映ってるんだろう。そもそもレーダーチャートに入ってないっていう感じなのかな。ですね、特に深圳を中心としたベイエリアってありますよね、香港、で深圳を中心とした広東省 の11の都市で、ここはそのグレーターベイエリアって言われていて、そのベイエリアの経済圏なんですね。ここのベンチマーク先っていうのは東京なんですよ。世界最大の東京で、その東京経済圏、あそこがいかにして今の状態になったのかっていうのはめちゃめちゃ研究されてるんですよ。なので、その日本 その都市設計っていうのはすごく研究をされてるのは間違いないんですね。でもそれは研究されてるっていうのは当時の日本だからここになったと。じゃ今の中国がそれをやる場合には、日本はどこで失敗したのかっていう失敗事例も含めて研究をしてるので、うまくそこから学び取った上でどういうふうに吸収するのかっていうのはかなり研究をこっちは してますね。で、加えてそのウーブンシティなんかもやっぱりこっちのシンクタンクのレポートではたまに目にしますし、そういうところは注目されてますね。やっぱ企業が作る城下町的なプロジェクトとして のスマートシティ。中国ってあれだよね、すごい研究してるよね。産業政策であれ、外交政策であれ、めちゃくちゃ研究してるよね。そういう話を聞くよ、今みたいな話を。はい、ということで、ちょっと時間もオーバー気味なんですけども、はい、大変エキサイティングな、ある意味オーバーウェルミングな今日は回になりまして、チャイナウィークをやるという合意も今日冒頭にしましたけれども、なんかとっても皆さんも気になっている情報がここでパッとできたという形になるので、ちょっと川上さん、これちょっと長い間お付き合いをいただきたいなと心から願う次第でございます。本当に今日どうもありがとうございました。ぜひチャイナウィークでまたお願いしますはい、どうもありがとうございました。じゃあ今日はこれでお会いしたいと思います。はい、では土屋さん、よろしくお願いします。はい、事務局の土屋です。本日は本当にありがとうございました。最後にですね、簡単に今後のウェビナーのご紹介をさせていただきたいと思います。今日ご覧いただいた皆さんでですね、この後アンケートが自動配信されますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。で、来週の予定でございますが、来週はですね、4日間ですね、月火木水金とございます。グローバルシリーズが2件、それからスタートアップのですね、マンスリーピッチ、4社のスタートアップがご登壇されます。自治体の皆さんもですね、21の自治体がご参加いただく形になっています。それから金曜日はですね、ちょっとまた変わったネタになりますけども、昆虫食、持続可能な食料システムというのがテーマになります。その後もですね、随時、いろんなテーマで、やっていきます。9月の中旬ぐらいまでですね、もう一度入ってますので、ぜひPTX の方でご確認いただいて、お申し込みいただければというふうに思います。今日も時間をしてますので、私からの説明は以上とさせていただきたいと思います。それでは本日は本当に川上様、どうもありがとうございました。ぜひですね、引き続き中国シリーズということで、お会いでき、またダイナミックな中国の話を聞けることを楽しみにしております。今日は本当にありがとうございました。ご視聴いただいた皆さんもですね、ちょっと時間オーバーしましたけども、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。どうぞ良い週末をお過ごしください。本日はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。